マントまたは、ランバキンは、騎士が身につけたマントを模した紋章の構成要素である。エスカッシャンの上のヘルメットに結ばれた生地の形で、表され、エスカッシャンの背景を形作る。初期のマントそもそも、騎士がマントを身につけたのには二つの理由がある。第一に、周囲の環境からの影響を食い止めるためである。 全身を覆う金属の鎧に直射日光が当たることで鎧の内部が極端に厚くなることを少しでも低減させるためが第一で金属の表面と擦れ合うことで鎧が錆びるのを防ぐ効果もあった特に十字軍の遠征のような中東での戦争では強烈な日差しと暑さに対する対策が必須であった第二に戦闘において相手の武器を絡め取り 直撃を防ぐためであった。紋章に描かれるマントは、ヘルメットから吊るすように騎士が身につけた、保護符の覆いの描写である。そこから、ズタズタになったマントはそのものが戦場で勇敢に、戦ったことを象徴するようになり、紙紋章においては、勇敢さを示すために、マントは、通常、ボロボロであるか、ズタズタに断ち切られたように示されるが、美術的な理由から、 ほとんどの場合左右対称である。マントを身につけて戦場に赴くことがなくなった。現代でもこの伝統的様式は変わっていない。マントの例。マントの例。稀に戦闘に関与していなかったことを象徴するために、マントは無傷のカーテンとして示されることがある。 ヘルメットは戦闘用の装具であるという過程と矛盾している存在にもかかわらず、主に戦闘に参加しない聖職者がヘルメットとマントを紋章に使う場合であるが、これは通常紋章デザイナーの判断であって、象徴的な理由というよりはむしろ装飾的な理由のためになされる。マントには表と裏があり、片方をティンクチャーの原色のうちの一つで再色したならば、 他方、金属色で再色する。通常、マントは、マントルド X、ダブルド Y または、マントルド X、ラインド Y と記述される。X と Y には、それぞれマントの表のティンクチャーと裏地のティンクチャーを指定する。マントの色は、通常は、エスカッシャインの主要な色であり、そうでなければ、紋章を所有している存在を象徴する制服などの、色である。 例えば、カナダの国章は、白と赤、あるいはギュールズの裏地を持つアージェントのマントで、覆われている。さらに、カナダの国章の現在の標準的な解釈では、何枚ものカエデの葉が連なる、独特の形のマントを持つ。マントの配色には、例外があり、時折蒸気のような選び方をした色とは異なっている、ティンクチャーを用いているものもある。 ブラックローヤリストヘリテージ協会の紋章のマントは、表が、カウンターアーミン、裏がアーミンであり、裏表ともにアーミンである、唯一の例である。稀な例では、マントの表を縦に二分割して二色にしていたり、表と裏の両方を縦に二分割にしているものもある。さらに稀な例では、縦に分割以外の方法で分割しているものも、存在する。また、 二色の金属色のパーペールのマントや全体を単色のティンクチャーとしているおそらく唯一と言って良い例がある。皇帝や国王などの君主や皇太子の紋章の場合は一般に例外扱いである。イギリスの国章と日本の秋日天皇の紋章のマントは両方とも表がオア、裏がアーミンであり、そのようなマントは君主に限られている。また、貴族は 原色とアーミンを用い、それ以外の階級ではアーミンを使ってはならないという区別がある。スレイン男爵、シリルウッズは先端に金色の房のついた氷がギュールズ、裏がアーミンのマントを持ち、棒のついたマントは他にも若干の例がある。ABC 森守、ヨーロッパの紋章、紋章学入門、シリーズ紋章の世界アイピアニッシュも P51。 マントリング。ブリタニカオンラインエンサイクロペディア。エンサイクロペディアブリタニカ、インク。2010年3月25日閲覧。ブラックロイヤルエストヘリテッジソサエティ。2010年3月25日閲覧。シティオフィシャルでスータマーケン EM ボーイカ、コロンビア。2010年3月25日閲覧。ザアームスバッジオブプロフェッサー SW ヘインズ。 カレッジオブアームズウェブサイト。2010年3月25日閲覧。D. イワノフ、M. メドベージェフ、ザアームズアンドザタイトルオブザカウンツォー、ロークノーブルズオブザロシアンエンパイア。ー、ロシアンヘラルドリーアズイットイズ。2010年3月25日閲覧。ウィルクヨハンコートオブアームズオブヘイシテイのアズナイトオブザガーター。numerica.na.com 2010年3月24日閲覧。森守。文章学辞典。ピアニッシモ。P170。ザ・アームス・オブ。セロウッズ KTSTJ バロン・オブ・スレイン。ザ・ h ルモリアル・レジスター。バーク・スペーラゲジェントリーインターナショナルレジスター・オブ・アームス。2010年3月25日。閲覧。ありがとうございます。